私のメイクアップアイデアを紹介したいと思います。眉毛が私のメイクでポイントなので紹介します。まずストレート眉にすることが結構重要で、なので結構上がり眉なので、そこを足りないところを描いていきます。まず 目頭を出していきます。一本一本描くような雰囲気でバランスを見ながら、ぼかしながら、下も足していきます。結構この黒目の上とかはちょっと濃いめにすると目力が出ます。なのでちょっとしっかりめにここは埋めておきます。できるだけ目と眉が近い方が彫りが深いというか、外人さんとかも結構眉毛と目が近いので、そういう雰囲気で作っていきます。ある程度描いたらマスカラで明るめの、髪色よりちょっと明るいくらいの色をチョイスして、染まりやすい、結構毛質によって変わると思うんですけど、結構私はこれが色が出ます。結構色が染まんないなっていう子は眉毛を美容室とかでカラーを抜いてもらう方がおすすめします。こんな感じで、こんな感じで少しここをバランスを見ながら調節するんですけど、こんな感じで上がり眉をストレートにします。結構これでやっぱり目の目力が結構変わるので、眉毛は結構重要です。結構その眉毛整える時も、結構上がり眉の子はここの眉頭を少し削ってとか、まあ、削りすぎちゃうとちょっとバランスがあれなので、ここを足す前提で少し削るっていうのがおすすめだと思います。でここの眉毛の感じがもう人が変わる感じになりますよね。この目の雰囲気はやっぱしっかり出るので、眉毛はアイメイク結構フューチャーされること多いんですけど、眉毛結構重要だと思います。